はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は限定醸造のこれはチューハイですね。リモンチェッロ、リモンチェッロ、これはあれですね、リキュールでありましたよね。あのレモンリキュールとそのまま名前のやつですね、チューハイ、札幌。イタリアンレモンサワー、ほんのり甘くほんのり苦い、アルコール度数 8%、 果汁は 0.5%。 これありそうでなかったですね。確かにリモンチェッロチューハイってなかったよね。イタリアの伝統酒であるリモンチェッロをヒントに作った新感覚レモンサワー、浅摘みのシチリア産レモン果汁使用、レモンピールエキス使用、数量限定。原材料はレモンとレモンピールエキスとウォッカと糖類と酸味料と香料と苦味料とビタミン C と、紅花色素です。まあ、もともとリモンチェッロっていうのは、いわゆるウォッカを、違う、レモンをウォッカで漬けた、リキュールです。いわゆる梅酒の、ウォッカで作った、てか、レモンで作ったウォッカバージョン。みたい。ね。まあ、俺以前飲みましたけど、リモンチェッロっていう、その、リキュールの方。うん。あれは、甘い。めちゃくちゃ甘かった。乾杯。あ、うん、あ。あ、ちょっと苦い。ちょっとだけ苦い。ちょっと、なあ。なんだこれ。リモンチェッロ、まあ、甘いってな、だいたい CC レモンなんだよな。パターンとして CC レモンなんですよ。完璧に。完璧にっていうか、だいたいレモン系のやつで CC レモンなんだけど、CC レモンにちょっと苦味を足して、なんかちょっと変なえぐみも足したような、やつですね。虜になるほろ苦さ。確かに若干ほろ苦い。いわゆるレモンの果皮。まあ、リモンチェッロっていうのはもともと果皮自体もレモンを適当に輪切りにして、で、ウォッカでバーって入れて、で、それで1ヶ月ぐらいに寝かすやつなんで、確か。なんで、この、いわゆる、果皮の、皮の部分の、苦味も、あ、うまいこと再現してるなと言えば、確かに再現してる。うん、ただね、なんかちょっとえぐいんでね。というのも、ここに書いてあるんだけど、原材料に苦味料って書いてあるでしょ。まあ、書いてあるんですけど、これわざわざ苦味料を使ってるんですよね。うん。普通のリモンチェッロ自体多分結構苦いっていうか、そこそこ苦いやつなのに対し、わざわざ苦味料っていうのを、ね、を使ってる。まあ、ここが多分、ちょっと違うんちゃうかなと。で、ちなみに、一応、クックパッドにもね、作れるって。
クックパッドに載ってます、このリモンチェッロってやつ。スピリタスで。リモンチェッロ。作りましたって。作れますみたいな。載ってます。ちょっと今、そのクックパッドを見てますが、材料がスピリタス1本 500ml と無農薬レモンを4個から6個、そして砂糖 300g から 400g、そしてボルビック、まあ水ですね。ボルビックってまあ、いわゆるまあ、水や。まあ、いわゆるミネラルウォーターってとこでしょ。レモンは水洗いし、水分を拭き取り、皮を剥きます。この時白い部分はえぐみが出るので取らないようにしてください。軽く皮を剥くと。白い部分。そして剥いた皮は、煮沸した、瓶に入れます。つまり皮を入れるんですよ、これ。ね。で、瓶にスピリタスを入れて、軽く揺すって、揺すりながら5日間から10日。そして鍋に砂糖とボルビックを入れ、火にかけ、沸騰させてから火を止めて、冷えるまで待ちます。で、冷めた砂糖水をつけていた瓶に入れて混ぜ、こして、皮など不純物を取り除いたものを煮沸しておいた瓶に入れたら完成です。詰まるところ、これあれなのか。これ、果皮っていうか、レモンの皮しか使ってない。あれ？あ、リモンチェッロってこれあれなのか。皮しか使わない。身の部分使ってねえのかな。ウィキペディア見ます。うん、ああ。レモンの果皮、リモンチェッロのウィキペディアにいますと、レモンの果皮をアルコール度数の高い蒸留酒に一定期間、浸析した後取り出し、って書いてあるから、レモンの果皮しか使わないんです。で、それもしかも、この時使用するレモンは無農薬栽培で、かつ、ポストハーベスト、かっこ、防カビ剤などが使われてないものが望ましいと書いてある。うん。へぇ。だから苦いんですね。なるほど。レモンの中身は使わないんだ。しかもそのレモンの黄色い部分の皮の部分だけ。白い皮の部分は使わない。みたいです。うん。苦い。なんか飲んでいくうちに。苦い。なんかこのレモンの実の部分もったいないですね。なんかどうでもいいけど、それでいてさらに砂糖を結構入れるんで甘いんですよ。もう甘いっていうかね、もうそのまま飲むと甘すぎて、うわ甘めーってなる、甘めーってなるレベル。ほとんど砂糖です。砂糖水です。砂糖水ですね。
うわぁ、うめぇってなった。本当にいわゆるかき氷に、ビャーってシロップとしてかけて、全然うまいって。レベル。それぐらいの甘さを誇る、リキュールです。甘いよね、あれね。基本的になんかで割って飲むんだろうね、多分。炭酸水とかで割って飲むのがベストなんだろうけど。まあ、かなり苦いですね。それに近づけたんだろうけど。まあ、でもやっぱりちょっと苦味の他になんか、変なエグさがあった。エグさがある。なんかやっぱり苦味量が効いてんのかな。俺あんまりこれ好きじゃねえな。あんまりっていうか、しかもアルコール度数 8% っていう、まあ高めのものとなってますね。そして甘い、うん、まあ苦味を入れないと逆に苦くなさすぎてあんまり。ダメでした、みたいな感じなのかもしんない。ちょっとえぐい。でもコクは、あります。で、甘さが強い。まあ、香りも強い。まあ、これは、うん、ちょっとえぐいので、まずい。まずい。4442です。ご視聴ありがとうございました。